涼しい。エアコン最高。過剰にエアコンを使って電気の使用量が増えたらまた CO2 が増えるじゃない。じゃあ暑い夏はどうしたらいいんだよ。そう言うと思っていたわ。これよ。いいね、これで温暖化も防げる。涼しくて動きやすいって言っても暑い日はエアコンが必要で電気は使う必要がある。船内の電気は再生可能エネルギーで作られた電気に切り替えます。